スクウェア・イニックス・ホールディングス対等株式会社、対等は東京都新宿区新宿6丁目に本社を置く日本のゲームメーカー。スクウェア・イニックス・ホールディングスの機能し会社である。本校では1953年に設立され2006年に法人格が消滅した初代法人、旧商が株式会社スケックスで2006年に 初代法人を吸収合併した2代目法人、株式会社 ES1 として設立され、2010年に事業を継承した3代目法人についてまとめて記載する。2020年現在の主な事業内容は下記の通り。日本におけるコンピュータゲーム業界の早々期から携わり、今日まで様々なプラットフォームにおいてゲーム機業商品の開発、製造、 販売を行ってきた老舗ゲームメーカーの一つである。コンシューマーゲーム向けのタイトルもファミリーコンピュータの時代から多数リリースしていた。2010年にリリースされたみんなの水族館を最後にすべてのコンシューマーゲーム事業をスクウェアエニックスに統合し9年間にわたり新規タイトルのリリースはなかったが2019年のダライアスコズミックコレクションにて9年ぶりに コンシューマーゲーム向けのタイトルをリリースした。かつては研究所や開発センターと称するアーケード、コンシューマーゲームの開発拠点が中央、熊谷、大阪、海老名に存在した。熊谷と大阪は1995年3月に中央に吸収される形で閉鎖され、中央も2001年3月に海老名開発センターに機能移転され廃止となった。 エビナ開発センターは2014年11月にテイトテックのフィールドサービス拠点である中央 TSC 湘南 TSS と統合し厚木市内へ移転して厚木テクニカルロジスティクスセンターとなり廃止された。一時期エビナ開発センター内に当時関連会社だったバルテックのエビナ工場が存在していたことがある。 熊谷以外は土地建物が売却され現存しない。熊谷研究所が存在した台東熊谷ビルにはアミューズメント。2000年代後半頃には店舗が閉店され台東テックの拠点として存続している。2012年からレトロアーケードゲームの導入サークルアーケードゲーム博物館計画に倉庫の一部区画を貸借し、同会融資によって不定期に コレクションが公開されている。なお、タイトーは敷地を貸し出しているに過ぎず、サークルとの運営上の関係は、一切持たない。初めて世に出た、サイのプラットフォームが、アーケード、家庭用ゲーム機だった作品を列挙。アーケードゲームのタイトル一覧及び、カテゴリー、タイトーのゲームソフトも参照フィーチャーフォン、関連 e ージメロディにおいて、イスウェブ最初の商用着信メロディサイトをスタート。 以降、多くのグルメロブランドで音楽系のサイトを数多く展開中。スマートフォン流星の昨今においても、ドコモの直感アプリに対応した直感ギターや、フラッシュを使った、オトデポン、浜崎あゆみの専属ネイリストとコラボレーションした、ラブ、キラなどを継続的に開発している。ゲームでは、ゲームセンター、スペースインベーダーや、 パズルボブルなど対等の名作ゲームを揃えているほか、日暮らしのなく頃になど、対等開発以外の有名なタイトルも多く、配信している。現在は配信終了したものもあり、スマートフォン関連以下のゲームはすべて Android、iOS 向け、2010年代初頭頃より、スマートフォン用にも、主要ゲームを移植、配信開始、2014年よりは、 本格的にスマホ用ゲームの開発に力を入れることを表明。同年末からは完全オリジナルゲームアイドルクロニクルの配信を開始した。2017年からは、たけしの挑戦状やレイホースなど過去にタイトウが出したゲームを配信するタイトクラシックスもスタートしている。タイトーステーション博多パピオンプラザ店、タイトーステーション国分寺店。 スペースインベーダーのキャラクターがモチーフになっているタイトーステーションのロゴマーク。全国各地でタイトーステーションやハロータイトーなどの名前でゲームセンターなどのアミューズメント施設を展開している。タイトーステーションのうちフランチャイズ店に関してはタイトーステーションの名称となっており、共和コーポレーションやレジャランなど 独自の自社ブランドで店舗を展開している企業が運営している店舗もある。新潟県、岐阜県、山梨県、福井県、滋賀県、和歌山県、岡山県、山口県、高知県、佐賀県の10県に所在する店舗はすべてフランチャイズ店である。なお、台東直営からフランチャイズへ転換した店舗もあれば、逆にフランチャイズから台東直営に転換した店舗もある。 直営店のうち、台東ステーション森岡マッハランド店、台東ステーション溝の口2号店、台東ステーションファボーレ府中店、台東ステーション広島神谷町の4店は前日の通り TSS も同居している。秋田県、山形県、京都府、奈良県、鳥取県、島根県、宮崎県、沖縄県の8府県には店舗自体が存在しない。2008年以降、随時、 対等ステーションへの統一が行われており、現在営業中の対等ステーションの中にはかつて、生態等、対等イン、ティルト、リトルファンタジー等の名称だった店舗も存在する。このうち対等イン名義の店舗については、2018年1月に最後の店舗だった対等インアヤが対等ステーション綾瀬店に名称変更したことをもって消滅している。 ティルトは、川崎、高田のババで営業をしていたが、ティルト、川崎閉店後高田のババは、対等ステーション高田のババイヤ号を変更している。子供向け店舗では、キッズランド、プレイランド、キッズパーク、ファミリーランド、キッズインタイトーと様々な名称を使用。ハロータイー名義は現在陸つと南流れ山の実が、使用している。府中市にある府中クルル店は、五十四台。 794ブースのクレーンゲームを設置し、これが単一会場におけるクレーンゲーム機の最多数としてギネス世界記録に認定された。吉祥寺のプレイロットジョイや秋葉原の広瀬無線電気のビルに入居しているヘイ・ミサト氏の落書き王国ミサト等対等の名を冠していない直営店も数点存在する。現行店舗については店舗検索を 参照2018年8月24日、創立記念日に合わせ、スタッフの制服を10年ぶりに新しくした。1990年よりカラオケ事業に参入し、1992年に業務用通信カラオケ X2000 をリリース。2006年に業務用カラオケ事業を分社し、すでに関連製品の共同開発や、 楽曲の総合提供を行っていたエクシングに譲とし、業務用、カラオケ事業からは一旦撤退した。その後、2011年に、アミューズメント施設向けの小型カラオケボックス、ちょいカラーを導入した。家庭用は1995年の X-55 から参入。各種情報の閲覧や内蔵されているゲームのプレイが可能といった対等ならではの機能も打ち出していたが、 2012年にサービス終了した。またこれとは別に DVD によるカラオケ教室やパソコンによるカラオケ動画配信も一部のサイトでわずかに行っていたが、これも2013年頃までに姿を消している。すべて過去のもの。現在対等がスポンサーに入っている番組はない。詳細はカテゴリー対等の人物を参照。ありがとうございます。